秘密基地大作戦。秘密基地大作戦。ちょっと相手が不祥さんです。緊張しました。白井俊作です。お久しぶりです。九条俊治です。お願いします。よろしくお願いします。イエーイ。これね、よく見てた。あ、これですか。トークするやつ。じゃあもう、あれ、わかりますか。ルールみたいな、ね。ルール的なルールみたいなのは全然大丈夫。じゃあ、先に。俺なの。どうぞ聞いていただいて。これ。はい。いくよ。はい。やる気スイッチは君のどこにあるんだろうっていうお題ですね。はあ、うんうん、やる気スイッチってさ、そもそもあれだよね、なんか塾かなんかのさ、そうです、コマーシャルで、はい、ね、ここの辺にありますよね。首の後ろに大体ありました。背中じゃないの、あれ。首の後ろってエヴァンゲリオンのこれ入ってるところじゃないの。違うの。首の背中だっかい。まあ、CM もね、あれは違うかもしれないしな、回によって。あ、で、やる気スイッチは調べるところにあるの。これ物理的な場所でいいんですか。物理的にやる気スイッチ持ってたらお前は人類の亜種です。そうですね。そう、やる気スイッチ、まあ、何でもいいじゃない、こう概念的な、なんかこうなると本気になるとか、そういうことなんじゃないの。あ、ちなみにやる気スイッチ、あ、よし今から俺はやるぜみたいになる瞬間、ならなきゃいけない瞬間みたいなのって最近ありました。まあ、ちょっと前に舞台があったんで。そうそう、行った行った、見に行った。ありがとうございます。見たよ、よかったよ。それ、あ、本当ですか。照明の当たりがすごい良くて、これね、アレッジのみんなも言ってたけど、明かりの角度のせいなのか目がキラッキラしてたみんな言ってたけど、俺もそう思ったんだけど、そうです。こいつなんかやってんじゃねえか。もう決まり方がすごい、もうなんなんとしてて、一じゃもう絶対ずらす前と本当に撮ってたんで、もうキラッキラさせてやるぜって。あの時、長池の1月の赤ちゃんやった時の俺みたいな。あの明かり俺の目に絶対入れるみたいな。そんな感じです。あるあるある。で、その時にやる気スイッチが発動した。そうですね、うんうん、やっぱりその後輩もやっぱいるんで、うん、まあ、ちょっとそのアレッジとはまた違う、うん、その外部での先輩のやっぱ顔ってやっぱ違うと思うんで、まあ、そこもちょっと意識して。あれか、外から来てる他の若い子たちも。そうですね、それもありますし、なんかこう、先輩の力を見せてやるぜ的なところまではいかないですけど、まあなんかそういうところもある。あ、でもそうしないとな、この番組だとなってなんとなく思っちゃいそうになるよね。はい、なんかそういうところでちょっと見せてやるぞという感じでいきましたね。はい、で、そんで やる気をか。そうですね、スイッチはどこだろう。スイッチはどうするとそのこのやるぞみたいな。ちょっとどこなんですか、下半身。そうなんだ、やっぱりこれ大丈夫。ここにバツ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 って入るやつじゃないの。モザイクみたいな文字があるやつじゃないの。ちょっと入れてもらって。下半身かもしれない。主に下半身地域に生息してる。スイッチが、はい、でもね、真面目な話で言うと、はい、人間のさ、なんていうの、興奮するとかガッて上がるのって、ドーパミンと、セロトニンとなんとかで、最終的に本当にその動物がこう生き生きとするためにはベータエンドルフィンっていうのが出るんだって。はいはい、もう一昨年ぐらいに仕入れたネタなんだけど、今回それをまた散々ね、俺の親友が酒飲んで語って、なんかちょっともうそれ聞いたんだけどね、下半身なんだって、ベータエンドルフィンって脳内とかで作られてるって思われてたんだけど、最近の研究結果で、生殖器、生殖器ってやっちゃった。これ、なんだろうね、これね。これまた、モザイクで。そう。でね、
生殖器で、そこからそれが活発に出るためにはその生殖器を使わないとダメなんだって。なるほど、うん、だからどんどんいろいろすることはその人のなんかキラキラエネルギーとこう上げてくるんだ。いや、あの大変だったんで、はそれいや、あの余裕はなかったですよ。そのなんだろう、それを本番期間中とか、はい、稽古期間中に、はい、はベータエネルギーに出すようなこと出すようなことはちょっとできなかったあ、そうなんだ。あ、じゃあもうあれは脳みそで、そうですね、アドレナリンとなんかがうわーって、ええ、そうじゃあ下半身じゃないじゃんお前のスイッチあ、そうですね、頭じゃん、頭っすね、ね、じゃあ白井のやる気スイッチは頭にありそうだというで次に行ってみる。あ、行ってみましょう。じゃあ白井どうぞ、はい、あなたなりの女らしさとは。これはある、俺は絶対。あなたなりのって、はいはい、あの俺の女性性じゃなくていいよね、あの人に求めるっていう。ああはいはい、でいいよね、はい、あのね、なんていうの、性格でも動きでもしな、しな、こうなんていうの、あの歌舞伎でもそうだし最終演劇でもそうだけど、こういった時のこの感じとかさ、うんうんうん、でもそれって動きだけじゃないで、動き分かっててやってるやつはやらしいから余計嫌なんだけど、なんかね、人間のしなみたいな、あ、なんかこう気づけて、女性だから許される今その状況におけるベストチョイスな判断とか言葉だとかを、あと行動だとかをスッと入れられる人を見ると、ね、うん、女性らしい素敵って思う。ないですね、それは確かにありますね。品、ね、うん、は確かにそうかもしれないですね。なんか品は男性が出すとね、やっぱりその大衆演劇だとか、うん、あの歌舞伎だとかみたいになっちゃうんだけど、うん、普通の女性が普通に出してる方が多かったもんね。確かにそれは分かります僕はなんかそんな話聞いてちょっとなんか普通じゃんと思うんですけど、僕は匂いなんですよ匂い、うん、そのシャンプーの匂いとかじゃなくて、うん、なんだろう、その女性特有のなんか、あ、スメルじゃなくて醸し出す雰囲気、まあ、そうですね、そういった方が良かったです。匂いって言ったよ最初匂いって嗅ぐやつだよ、これ。そうですね、シン、うん、グルトラマンが長澤まさみをめっけるために匂いを嗅ぐみたいなやつよやばいよ。だからそ その雰囲気とか匂いっていうのはやっぱその品かもしれないですね。だからその、お、 そうだよね、そういうところを見てるのかもしれないです。でもさ、具体的な匂いもあるよね。俺思ったんだけどね、中学生の頃好きだった女の子もね、なんかすれ違うだけですげえいい匂いがするの。あ、まあ後からそれはシャンプーの匂いとか分かったんだけど、はいはいはい、なんかさ、それで吸い込まれちゃうとまずいんだなと思ったのは、その子がつけてたシャンプーと同じシャンプーをつけてた人と通りすがっちゃったりすると、すれ違っちゃったりすると、面とかもちゃんと確認、面とか言っちゃった、お顔をあのちゃんと確認してたわけじゃないのに、なんかふっとなんかこう気を取られるっていうか、なんか惚れちゃいそうみたいな、顔も見てないしお話もしたことない、なんかね、匂いっていうのはダイレクトになんかこう刺さるですよ、ね、なんかだなと思う。記憶とかの残りって言いますもんね、匂いとかって。だってこう、うん、あれやん、あのなんかどっかの美味しい料理屋さんのなんか厨房の外の換気扇の外で、あ、この匂いこの匂いみたい なんか子供の頃からいつも行ってたお店のこの匂いみたいなのってさ、なんかそれで急に食欲が出たりとか、うん、そうですよね、なんか何十年もう嗅いでない匂いとかも、そうそうそう、思い出します。あれだ、うん、メソッドでいうセンソリーですよ。あ、感覚の記憶ってそういうことなんだ。匂いやっぱ強いんだって。やっぱそうですよね、うん、だから洗浄とかのシーンがあるっていう時に、やっぱりその燃えかすだとか煙とか、煙とか、うん、あと、まあね、匂いって言ったらその燃えかすだとかね、あ、油の匂いだとかね、火薬とかもそうですね。そうそうそう、なんかね、そういうのをすと思い出して重ねられるといいよとか、昔から先生に言ったこと、うん、そうね、でも
女らしさ、匂いって一発目言ったからな。匂いって、俺はなんかこれ、もし YouTube で見てたら、何言ってんだろう。あの変態な屁印がまずつくよ、俺の頭の中で。まあ、品と匂い。匂い。やる気スイッチ、白井は頭。俺は割とあちこちかな。多分下にもあると思うんだけど。使ってないから。ってなことで、はい、はい、また、次回は誰かと誰かがお話すると思います。はい、ではどうもありがとうございました。最後までご覧いただきありがとうございます。チャンネル登録お願いします。またお会いしましょう。